リック・ジェイソンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身の俳優。マンハッタンの高校を卒業するまでに幾度かの退学を経験。卒業後は銀行家の父の影響でウォール街の証券会社に勤務するが第二次世界大戦中の1943年から1945年まではアメリカの陸軍に入隊し陸軍航空隊の士官候補生となった。 福音後、再び証券会社に勤務する傍ら、GI ビルの適用でアメリカ演劇アカデミーに入る。2年の研修の後、ブロードウェイの Low I レ a y Me Down to Sleep というミュージカルに配役され、ここでシアターワールド賞を獲得したことがきっかけで映画俳優への道を歩み始める。1953年、君知るや南の国で映画デビュー。その後、 何本かの映画に出演する一方、テレビドラマの世界にも進出。1960年に、危険を買う男ロビン・スコットでドラマ初主演を務めた。そして、2年後の1962年に2作目のドラマ主演となる、コンバットのギル・ヘンリー昭和役に起用され、サンダース軍曹役のビッグ・モローと共に、ドラマの中心を担った。コンバットが、 第二次世界大戦を扱ったテレビドラマとしては最も長く人気を保ったこともあり、ジェイソンの代表作となっている。コンバットが日本でも放映されたことから日本でもジェイソンの名は認知された。人気の面では泥臭いキャラクターが共感を呼んだモローに一歩譲った感はあるが、それでもモローとは対照的なスマートなキャラクターで高い人気を誇った。 1968年に鉄砲伝来機、1977年には邦が人間の証明19、1983年小説吉田学校に出演している。また、1970年にはイスラエルで制作された特攻決戦隊にも出演している。コンバットの終了後は舞台やテレビドラマを中心に活躍。ナレーターもこなした。 日本のトヨタセリカのコマーシャルに出演したことがある。私生活では結婚、離婚を繰り返し長く、独身だったが、5人目の妻シンリと結婚後はようやく、家庭も安定した。2000年にラスベガスで行われた、コンバットの再会の集いに、他のキャストと共に姿を見せたが、すでに末期眼に蝕まれていたジェイソンが、公の場に出たのは、それが最後だった。 2000年10月16日、拳銃自殺した。74歳。遺体はダビに付され、ハリウッドフォーエバー墓地に埋葬された。ありがとうございます。